割と12月の25日、お昼前なんですけども、えー、と昨日24日、まあ、たまたまクリスマスイブだったんですが、まあ、24日がたまたまクリスマスイブっいう意味じゃなくて、24日クリスマスイブがたまたま、えー、と土曜日で、たまたま今年度の場合には、えーとえー、年内最後の日だったんですよね。 で、まあ、ただ土曜日っていうのはもともと授業も少ないしその結果こう出勤してる人も少ないので実質23日金曜日が年内最終業務日みたいな感じだったりするんですよでえっ、ー、とこれはだからちょっと今まであんまり喋ったことないんじゃないかと思うので年末 の、えっ、ー、と、この学内の、この特に事務局の様子はどんな感じなのかっていうことをちょっと喋ろうと思いますが、多分、他の会社というか、一般的な会社の場合には、年内の最後の日っていうのは、まあ、なんとなく、こう、出勤はしているけれども、がっつりと仕事をするというよりは、机の周りのお掃除をしたりとか、あるいは、その、社内であったり、あるいは社外の人との、こう、年末の挨拶をするみたいな感じの、なんていうのかな、 まあそういう挨拶日みたいなところがあると思うんですよね。で、ただ今年僕の場合には23日金曜日の午後に会議が何発かあって何個かあって一つはあの来年度の4月、来年4月に えと新入生に向けて配るあるあのマニュアルね、今までなかった新しいマニュアルがあるんですけど、そのマニュアルの編集会議みたいなものがあって、それはどうぐらいやったかな ?2 時間ぐらいかなやったりとか、ある機械の、なんていうのかな、使い方についての打ち合わせとかもあったりしたんで、結構しっかりこう、なんていうんでしょうね、えー、仕事をしたっていうか、 業務があってそれでも夕方になって、まあ、あの、基本え、事務局は9時、5時なので、5時前、4時半過ぎぐらいですかね、になると、その、まあ、ご挨拶タイムみたいなものが始まって、今の僕の場合には、まあ、その所長という立場なので、その職員さんであったりとか、あるいは業務委託している業者の皆さん、まあ、スタッフさんですね、から、あの、ご挨拶されたりするんですよ。そうすると、まあ、業務委託している会社が何社かあるので、そこの、 社員の皆さんが集団でこうやって来られて、こう、今年1年もありがとうございましたみたいな話になるんですけれども、あの、<laughs> ついに言ってしまったのは、あの、そんなのはいいんですと、そんなご挨拶は別に気にしなく、僕なんか気にしなくていいんですと、あの、なぜなら僕は年末年始が嫌いなんですって言っちゃって <laughs>。 まあ年末よりもどっちかというと年始が嫌いなんやけどもまあでもねその言ってもまあ言われた方も困ると思うんで世の中良かったと思う世の中良かったっていう風に反省しましたけれどもでそしたらある職員さんも実は年,年末年始が嫌いだっていうことが分かってあの, <laughs> あのそのことを僕は知らなかったけどあらしいわこの人年末年始嫌いやなっていうのがすごく分かりましたねあるある部分ねちょっと僕と似ている部分がある方なのでああこの人年末年始嫌いやろなみたいなのが分かってまあちょっと 同じ感覚を持ってる人がいて、こう、ちょっと嬉しかったという時,の時のところもありますけれども、まあそうこうして、こう、職員の皆さんとか、えっと、スタッフの皆さんとね、この年末のご挨拶をして、まあ来年もよろしくお願いします、みたいになって終わって、次の24日ですね、土曜日。 土曜日はキャンパス見学会があったりして、まあ、僕自身もやりたいことがあったのでこの24日昨日か今日から見て昨日も出勤したんですよねそしたらねちょっと予想していなかったことが起こってでも、まあ、ある意味そうだよねってことなんだけどもそれはえっ、ー、とこれ少し説明しても分かりにくいし難しい説明なんですけども普通の会社だとこう組織っていうのはまあなんていうのかなまあ2つの捉え方があって でまあ、えー、と職位でいうと、まあ、特にその役職がついていない人係長課長部長何とか長何とか長みたいなこういうピラミッドみたいなあんまり好きじゃないけどこういうピラミッド構造になってると思うんですよね。でそれとは別にして何とかか例えば総務課何とかか何とかかっていうふうにしてこう縦にもブロックが分かれてると思うんですよ。 で、これ大学の場合も同じことなんですけれども、大学の場合にはそこにさらに、職員さん、教員っていう風にして、まあ、全く別なこの図があるんですよね。で、昨日たまたまその1階の所長席というところで、まあ、それこそその掃除をしていたらば、えっ、ー、とね、事務局の本当にこう上の方の皆さんがいらっしゃったんですよ。で、これはだから、えっ、ー、と、 えと大学ニュースとかには確か書いてあることなんで隠すことではないと思いますが、まあ事務局長っていう人がいて、事務局長がいて、その、そ、それ以外に、えっ、ー、と、まあちょっと一部不正確なんだけど、事務局長がいて、三部長っていう人たちがいるんですよね。えっ、ー、と、総務部長、経理部長、施設事業部長っていう、要するにこの、大学の事務局の中のトップ4みたいな人たちがいらっしゃって、この方がね、ブワーってしたんですよ。 んで、たまたま先生のお顔を見かけたのでって言って、今年度もありがとうございましたっていう風な感じのことを、まあ、わざわざ言いに来てくださるためにその4人がブワー入ってきたんだけど、この4人の人がまとまって動いてるシーンってあんまりないんですよ。会議にこの4人が出ることってのはよくあるんだけど、この4人がまとまって学内動いてるってあんまないんで、あの、本人たちにも言っちゃったんだけど、圧がすごいですっていうね。 この事務局の、で、だから僕、僕の感覚的には、その職員さんと教員っていうのは基本的には全く対等な関係なんだけども、で、これも前から言ってるけれど、なんとなく教育業界って、その職員さんよりも教員の方が上っていう扱いになることが多いんですよね。そういうなんか認識を持ってる方が多くて、だからその昨日いらっしゃったその4人の方っていうのは、 まあ世代的にも大学の中のその職歴的にも僕より上なのでまあ僕の言葉遣いでいうと本当にもう超兄さん方なんなら師匠クラスなわけですよその方がねわざわざ顔を見かけたので挨拶に来ましたっていうのがねちょっとなんかなんかあのすごい変なこと言っちゃうけど失礼なこと言っちゃうかもしれないけどこうやりすぎな感じがしちゃってなんかただただ恐縮しておりますっていう感じですかねまあそういうふうにしてこう 大学の中でも年末を迎えるにあたってご挨拶をするっていう文化はあるって感じかな。まあ挨拶そのものがね、まあ年末年始が僕は嫌いなのであって、その挨拶をするってこと自体は僕はあのすごい大事なことだと思っているんで、まあお互いにそのお世話になりましたとかね、その感謝の気持,ち気持ちを伝えることってのは非常に重要じゃないかと思ってるんで、悪くはないんだけど、その4人が来た時の圧力はすごかったなぁっていうことですね。本 <laughs> じゃまた。